例えばさ高校生で例えば野球を一生懸命頑張って甲子園に行きたいってなるやんか、はい、で行ける行けないの保証はないわけだよな。でも甲子園を目指すためには雨の日も風の日も練習するわけやんか、うん、夏休みも春休みも、うんまあ、授業終わった後やるわけやんか、うん、あれ大人の世界でなんていうブラックですよね。そうだよ、ブラック企業って、ね、おっしゃる通り、あれを労働基準法違反っていうの。はい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 、な例えば入りたい大学があって徹夜で頑張れって先生も親もだけど、あれって社会人になると労働基準法違反なんだよな、はい、だから俺は何もこう休まずに働けとか言ってんじゃなくて、うん、経営者なんか夢を追っかけてたら休みなんか必要ないじゃん。いらないですよ、それが趣味みたいなもんですもんね。そうだよね。でそうやって頑張って得たところから例えば1割ぐらいを楽しみに使ってるわけやんか、うん、経営者で、まあ、ファッションリーダーとかいっぱい経営者が来ると思うんですけど、うん、経営者だけど休み欲しいみたいなやついますよ。休み欲しいっていう人はうまくいってないよ。いますよ。いるよ。僕のそもそもの概念としては経営者なんてもう仕事が趣味みたいなもんじゃないですか。だけど中にはいるよ。そのモチベーションがないです、どうしたらいいですかっていう経営者は、やめた方がいいですよね。その通りや。そのまま言ってる。お前の部下は不幸だと、はいはいはい、経営者っていうのは職業じゃないと、生き様なんだと。だからモチベーションがないっていうんならついてきた社員も命の時間を使ってついてきてくれてるわけだから、それだったらお前は社長としてやる価値がないっていうか、やるべきではないっていうかって言ってるよ、うん、そうっすよね。いやいいっすね。だからそれが経営者の面白みであって醍醐味じゃないですか。で僕はこれ自分の話になっちゃうんですけど、自分は経営者として生き様を見せるように生きてきたんですけど、そうだよ、ね、発信をするようになってやっぱどっか忖度しないといけなくなったんですよ。それこそなんか企業からの依頼とかもいろいろいただくようになって顔色伺わないといけないし、影響力があるから言いたいことも言えないみたいなしがらみがあって、それがもう全部くだらないから最近それをやめるってことを言ったんですよ。そうなの。あ、なんかもう忖度するの嫌だし、もう最悪なんかあったら海外行くから別に何でもいいやって気持ちでやることでしました。やっぱね、お前はねいつもそれ極端なのよ。お疲れ様です。休みの日は仕事のことを忘れるようにすればいいと聞きましたが、王子はどう思いますか。休みの日は仕事のことは絶対考えた方がいいです。今おっしゃってる方が、今質問いただいた方が言うように休みの日は大体の人が仕事を忘れて、プライベートを満喫しようとしています。そういうね、みんなと同じようなね、まあ、ある意味しょうもない人生でいいんだったらそれでいいと思います。でもこのね放送見てくれてる人っていうのは何か変えたら一歩踏み出したら成功したいって人が多いと思うんで、そういう方に向けて言うんであれば、休みの日も仕事のことを考えてください。仕事のこと、会社のことを考えてください。そして自分のキャリアアップを考えてほしいですよね。うん、なんでかっていうと、ライバルが休んでる間に仕事のことを一生懸命考えれば仕事と会社に評価してもらえるかもしれないし、もっともっとキャリアアップのことを考えれば将来自分が転職するとき、もしくは起業するときに役に立つかもしれない。うん、そう休んでる間にいかに努力できるかっていうのは大事なんですよ。すごいアナログ的かもしれないんですけど、実際そうなんですよね。人間の時間っていうのは一人24時間しかないんで、その中ですね、お金持ちになれるかどうかってどういうふうに考えてると思います。僕はね、相対的なものだと思うんですよ。相対的なものだと思うんです。なんで相対的に努力をした人、まあ、お金持ちの才能、お金持ちになれる才能があるとかいろんな要素があると思うんですけど、僕は努力をした人がお金持ちになれると思ってます。うん、逆に言うと、みんなが努力してなければちょっとの努力でお金持ちにすぐなれる。逆にみんながある程度努力してるんであればもっと努力しないとお金持ちになれない。僕はそういうふうに相対的になれる、相対的に決まると思っていて、なんでかっていうと、やっぱ日本の紙幣流通量って一定じゃないですか。お金って一定の額しか吸られてないんですよ。でそれを言って言葉はあるけど取り合ってるんですよね。お金、まあ、例えば1兆円、まあ、仮に分かりやすく1兆円ね、日本の姿勢が もっとあるけど分かりやすくですよ、1兆円あったとしたら、その1兆円をみんなが取り合ってるんですよ。で取り合ってるっていうのは、いろんな仕事をして対価をもらうわけなんですけど、そこの、パイをいかに取れるかっていうのがお金持ちになれるかっていう考え方なのかなって僕は昔から結構思ってるんで、相対的にどうかっていうのをすごい考えるようにしてます。絶対的じゃないんですよね、お金っていうのは。はい、まあ明日も日曜日なんでね、皆さん、まあ、いい休日を送ってください。で最後にね、日曜日の前なんで一つだけ小言をね、まあ、青汁のね、うるせえ小言だなと思ってね、こんなことみんな聞きたくてね、来てるわけじゃないと思うけど、ここにいるね、みんな聞いてくれてる人は、本当になんか人生頑張りたいとか、少しでもねお金持ちになったりとか、自分の人生が好転したい、すごく意欲のある素晴らしい方ばっかりだと思ってます。そう信じてるんで、少し小言を言わせてもらうんですけど、休みの日だからといって、日頃の疲れを癒してリフレッシュする、それも大事なんですけど、僕は結局、まあ、日本だけじゃなくて世界的にもそうだと思うんですけど、成功するかしないかっていうのは、絶対的ではなくて相対的だと思うんですよ。悲しきかな、僕たちっていうのは誰かクラスのあの子よりも点数がいい、同僚のあの人よりも給料がいい、同僚のあいつよりも営業成績がいいとか、
あの会社よりも儲かってるとか、常に比較して比べながら生きていかないといけないんですよ。それが悲しきかな人間なんですよね。比べるなってやつもいるかもしれないけど、結果的に比べちゃってるんですよね。絶対比べることから避けることはできないんですよ。みんなあのここにいる人たちだからあえて言うんですけど、現実はそうです。だから何が言いたいかっていうと、休みの日にぐーたらぐーたらして、ぐーたらぐーたらして努力をしないやつよりも、休みの日だからと、休みの日の前だと言ってもこうやって配信を聞いてくれて、少しでも何か吸収しようと思ってくれる人、そして、資格の勉強でもビジネスでも副業でも何でもいいんですけど、なんか自分の人生を良くしようと思って一生懸命やってる人、そういう人たちって僕は絶対成功すると思うんですよね。絶対努力は報われると思うんですよ。努力は報われないとかないと思うんですよね。結果的に努力は絶対報われると思うんで、努力しないやつ多いですよ、この世の中多い。だからこの日本で勝つのは簡単なんですよ。そういうやつを横目に、僕たちは努力して一歩でも前に進んで、もう1年後2年後3年後もう10年後なんかには、今いる周りのやつら、周りのライバルだなって思う人みんないるじゃないですか。そんなやつらもう見えなくなるぐらいの景色を見てほしいですね。そういう風なレベルになってほしい。うん、僕はそう思ってこの配信やってるし、自分も努力しようと思ってます。僕は基本的に休みはないんですよ。休みがないっていうのは、自分が好き好んで休みはいらないと思ってるんですよ。人間の一生って365日、ごめん、 1年って365日で、その365日が、お金持ちだろうが貧乏人だろうが、どんな人でも平等に与えられる時間なんですよね。だから、お金があるからといってぐーたらするわけでもなく、みんなと同じ時間を過ごしてるんだから、その中でも少しでも努力をして自分の人生をプラスにして、何か誰もやったことがないような、誰も見たことがないような景色まで到達したい、そう思って生きてるんで、だから僕はそういう生き方をしてるから休みがいらないんですよね。休みいらないんですよ、うん、休みがない。はい。